この番組は女子高生が日記に書くような中身のない話を中心にお届けする番組です。どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで都市ボーイズ日記でございます。はい、お願いします。岸本さん、林さん、バチェラー好きの奥様、こんばんは。こんばんは。バチェラーは岸本さんおすすめなので初めてシーズン3を見ましたが激ハマりしてしまいました。よかった。今回は田尻夏樹さんと同じバツイチ子持ちの一人の女としてどちら友永信也を伐採させていただきますのでよろしくお願いします。昨日シーズン3の最新話エピソード8を、早速見ましたが、もうバチェラーの友永信也さんに心底がっかりしました。今現在残ってる女性は野原さん、岩間さん、水田さん、田尻さんですよね。今回のエピソード8では、この4人の実家に一人を落とすという重大な選択をバチェラーは強いられます。あ、そうそう。野原さんと岩間さんは素人の私でも分かるくらい最後まで残る人物だと思われます。なので今回落とされるのは水田さんか田尻さん。そうね。でも前回初めて子持ちのバツイチであると友永さんに告白した田尻さん、何を思ったのか、その告白でまさかのサプライズロール図を田尻さんに渡しましたよね。ということは田尻さんの子供にも会いに行くということの意味の重大性を、あのドチェラーは理解していたのでしょうか。そうそう。今回どういう気持ちで思春期の11歳の男の子が出演を決意したのか、きっとおとなしそうで優しそうな感じだったから、本当は恥ずかしくて嫌だけど、お母さんの幸せを思って、という気持ちでの出演だったのかなと。それもうめちゃくちゃわかる。ね、息子さんの表情の硬さや口数の少なさで推察いたしました。そうなの、よく見てるな。とても、本当一緒。とても母親思いのいいお子さんだと思います。すぐわかるわ。息子さんを助手席に乗せてのドライブ、初対面の子供に対しての効果、かなドローンのプレゼント、そんなもので子供の気持ちなんてつかめませんよ。息子さんの遊んでいる姿は本当にドチェラー感プンプンの友永信也が溢れ出ましたよね。そして最も許せないのはカクテルパーティーで田尻さんを落としたことです。子供に会ってすぐに落とすくらいなら子持ちですって告白した時に落としとかんかいって声を大にして言わせてください。そう、子連れの人との結婚がイメージできないなら最初から残すべきではなかった。ほんとそう。ね、あのサプライズローズがどちらの優しさかイメージ操作かは分かりませんが、あの時のどちらの判断で田尻さんだけでなく息子さんまで傷つける結果になってしまったことに腹立たしく感じます。いや本当にそうよ。それは独身男性からしたら突然大きな子供ができるなんて想像することすら難しいでしょう。だからこそあの告白の時にバシッと切るべきだったんです、悪いことじゃないんだから切ることはね。そういうもんなんだからね。なのに何を血迷ったか、かっこきっと婚欲効果でしょう、サプライズローズを渡したどちら友永は本当にバカ男です。息子さんにお父さんというキーワードを使っての質問を軽々しくして、息子さんにもこんな お金持ちのお父さんができたらという希望を抱かせておきながら、いや本当そうよ。これ中川さんじゃないの送ってんの。本当はそうでなくてもきっと息子さんは自分のせいでお母さんが落とされたのかなと考えてしまうこともあるでしょう、そういう配慮ができないどちらが友永はいくら金があって顔もそこそこの男だろうがクソ人間ですよ。もうめっちゃ怒ってるな。めっちゃ怒ってるな。もう見ててイライラしちゃいました。ちなみに上記の内容をツイッターでつぶやいたところ、田尻さん本人からいいねをもらいました。そうなんや。あ、そうそう、岸本さんからのサプライズローズはいついただけるのでしょうか。両腕を伸ばして今か今か止まっているので、腕が疲れる前に早めにローズ持ってくださいね。チーボーさんからいただきました。あ、チーボーさんがね。落としたらさ、叩かれんぜ。めちゃめちゃこれ聞いて、渡せねえだろ、普通にって思ったけど。いやー、今回のバチェラーね、まぁ、ちょっと時間あるんで話そうかと思いますけども、シーズン3のエピソード8、もうね、ほぼ同意ですよ。マジでそう。マジでこの話をしようと思ってたもんね。もうほぼほぼ、僕らが言いたいことはもう言ってくれたもんね。そうなんですよ。今回のエピソード8は実家にね、行って、家族と会って、バチェラー側じゃないね。女性側の家族にバチェラーが会いに行くっていう形だったんですけど、これがですね、また1話に全員行ったのかな、あったよね、確か。そうそう。だね、短いのよ、一個一個が。違うんだ、いつもは。なんかこんなさらっと、終わっちゃうんだと思って、
でね、なんかそれぞれ、水田さんと、うん、野原さんと岩間さんと田尻さん、田尻さん、うん、意外というかさ、うん、まあ前に言ってたような感じの空気だったよね、やっぱり、うんうん、野原さんがさ、うん、モデルみてえな、うんうん、すっごい美人が、うん、農家の土いじってるっていうね、土いじってて、うん、意外とつなぎがなんかもう、ね、違和感ありありだったけど、うんうん、いて、うん、家族がまあ全然似てないっていうのもあってね、うん、すごいなここって思って思った思った。でもやっぱり儲かってんでしょうね、家がでかかったね、でかかったね、裕福だった ね、うんね、うん、でもあれは玄関入ってすぐリビングっていうのはちょっと俺は考えられないけどね、間取りとして、うん、それは知らんわ、1個ドア欲しい、うん、俺はね、うん、俺がここに住むんだったら1個ドアつけたい。でさ、うん、野原さんの回で言うとさ、うん、バチェラーがね、生でネギ食わされるっていう、うん、苦行みたいなタイミングがありましたけど、うんうん、バチェラーさ、うん、食べさせられたじゃん、苦手って言いながら、うん、で一声目がさ、うん、これは美味しいですねって言うかなって思ったの、うん、食べられますねみたいな、うん、言った言った、すっごい苦い顔してたじゃん、うん、誰もが美味しくねえんだろうなって思う顔して言ってたよね、うんうん、他のやつは食べられないんですけど、うん、これはいけますねって、うん、言ってたね、うん、100% 嘘じゃん、あれ、うん、失礼よ。うちも農家やからあれやけどもあんなに言われて腹立つけどね、ねえ、うん、もうちょっと言いようあるとかさ、うん、そうそうそう、いや、お父さんも喜んでたから別にいいんですよ、野原さんも喜んでたからいいんですけど、うん、もうちょいいい言い方したらもっと喜ばせれたよ、ね、うん、え、美味しいですね、うん、みたいな、あ、何にでも合いそうみたいな、うん、なんでそれができねえかなって思う反面さ、うん、家族会議の時に野菜が好きか聞かれて嫌いですってはっきり言っちゃうとかさ、うん、やっぱちょっとこのどちら感、うん、メッキが剥がれた感ありましたね。でものは食べられますって言いましたよね、ちゃんと言ってた言ってた。だからカットされた分があれだったけれども、うん、その後にやっぱりいや、ここでものやつは食べられるんで、うん、いや不思議ですって言ってたから、ね、よかったって言ってたからよかったですけど、うんうん、いや、あれに関して言うとだよ、うん、家族側がいい人すぎるなって、うん、あ、そうね、うん、うん、もう、あ、こいつ絶対思ってないなって俺だったら思っちゃうもん、うん、あっち側にいたら俺がね、うん、そうね、うん、でなんか一対一で話したい、そうそうそう、ね、連れてかれて、うん、そう話してで、ずっと幸せにしてくれんのかみたいな、うん、だからお父さんもさ、うん、その番組で出会ってるからやっぱ不安はあるのよ、ちゃんとした出会い方しないからさ、めちゃくちゃあるよ、めちゃくちゃあるよ、うん、だからそれを言ってると思ってて僕は、うん、番組で付き合うっていうのはやっぱちょっと、うん、ゲームとかって言い方は悪いけれども、うん、ちょっとやっぱり一過性の熱病で付き合うんじゃないかって思っちゃうじゃん、そこで盛り上がって勝ち上がっていってとか、うん、うん、だってね、気に入らない女の人を落としていくような人だからね、うん、その中で今後落とされるかもしれないし、そういうのがあるから不安っていうのはあると思うんですよ、だからそこで、幸せにしてくれるのかね、うん、そこだけは絶対確認したかったんだろうね、うん、お父さん的にね、ちゃんと番組とかじゃなくて、うん、本当に結婚して可愛いから娘が幸せにしてくれるのかって言ったら、うん、いや、それはしますって言ったじゃないですか、うん、選べよって思うよ俺は、お父さんに1対1で男と男で話してさ、そうそうそう、それ言ってるからなって、ね、いや、すいません、いや、俺も確かにあそこで、いや、すいません、選んだら幸せにしますって言えないけど、うんうん、まあね、うん、確かに、だけどそんぐらいのやっぱその娘可愛いって思ってるお父さんの気持ちとかを踏みにじるなよって思う、うんうん、でもそれを4者4用言ってたじゃん、うん、言ってた、だからもう3踏みにじるわけだから、うん、3踏みにじる、ね、うん、そうね、もう確定しちゃってるわけだから、うん、3踏みにじりはするね、確かにね、うん、だからそこはね、ちょっともう誰かしら泣きを見ることになるんだけど、うん、まあね、それはしょうがない話ですから、うん、でもそうね、野原さんはでもまあ、うん、比較的すんなり終わったかな、うん、なんか特に問題なくというか、うん、あと、いや、僕がいや、バチェラーいやどちらのね、うん、評価落とすために言うんでないんですけれども、うん、農家行くんだったらスーツで来んなよ、あれが違和感ありありだよね、いや絶対に
お手伝いするんだから、うん、スーツじゃなくてそこは動ける格好で来いよと、うんうん、お前なんか普段持ってたじゃん、なんか金持ちが着そうなパーカーみたいなの着たじゃん、うん、なんか家でふわふわっとしたやつね、うん、家でなんかあのロールケーキじゃない、はいはい、あれなんかロールケーキじゃねえやクレープ作ってる時に着たやつあったじゃん、はいはい、あれで行けよ、うん、あのままスーツで来んで、スーツに長靴ねえバカ本当によ動ける格好で来るよバカ野郎、うん、まあまあまあ、うん、そこはねちょっとやっぱ気になるよね、気になるよ、うん、って思っちゃった俺は。それはそんぐらいでも野村さん、うん、そうそう、そんなになんていうかこれといってすげえ問題かなっていうほどのことはなかったよね、うん、なんかどちらだなっていうだけだよね、まあ、うまくやったなっていう感じ、うん、そうそうしたなっていう、なんていうかそう、うん、あっちもそんな嫌な印象も持ってないだろうなぐらいで終わって、うん、そうそう、だからまあ普通の挨拶で終わったなっていう感じ、うん、水田さんとこも、まあ、比較的そんな感じっつうか、うん、あの、なんか両親が、もうね、ちょっと、別れてるけど仲いい、うん、ちょっとややこしい感じはあったけど。あとはちょっとお父さんがめんどくさいっていうのね。そうです。キャラが強いっていうね。うん、よく喋るっていう、うん。だから、あの、今までのバチェラーであったら、うん、ああいうめんどくさい人がいたらすぐ落とすから。うん、やっぱ嫌いなものは遠ざけるから、ね、あの人は、うん、早めに、ね、向き合うんじゃなくてね、うんうん、だからそういうバチェラーだったらすぐ切るから、うん、あれもしかしたら水田さん切られるかもなって思っちゃった。ちょっとだけ水田さんがずっと言ってたもんね、言ってた、今回が一番不安です、そう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 、うん、あんなに喋ると思わなかったみたいなとかさ、喋ってたな、うん、でもお父さんのスタンス俺すごい好きで、うん、あのバチェラーと会うからカッコつけて来るんじゃなくて、うん、いつもの感じでやりたいっていうお父さんの感じはすごい俺いいと思ったけど、ね、だし、あのひょうきんだからさ、うん、テレビだしさ、うん、で、あの娘が連れてきたさ男の前でさ、うん、ちょっとまあカッコつけたいっていうのはあるけれども、カッコつかんから、うん、あのコメディの方によってさ、そうそうそう、ちょっと面白おかしくやっていこうっていうのは気持ちは分かるんですよ、同型の感じね、どうぞ同型を演じるのね、うん、それも感じれて、いや、ええお父さんだなと思ったけれども、うん、同型が過ぎたなと思ったほうにべに塗りすぎたなと思っちゃったああそう、うん、ちょっと過剰だった、そうそうそう、ほうにべに塗るし、うん、尖った靴履きすぎたなと思っちゃった、ちょっと同型が過ぎる、行き過ぎてジョーカーになってるみたいな、うん、そうちょうどええ同型 なかったってやっぱ思っちゃう、ね、あ思ったんだ、ちょっと統計が過ぎるなーと思っちゃった。わかるんですよ。そのやっぱおもてなしで面白おかしくしようっていうのは、まあ、あの西日本のね、そう家だから。こんなところでねっていう感じ、格好つけても。わら食べないでしょこんなの。ね。でね、いうのはすごいわかるんですよ。自分の家を下げて、はいはい、あの面白くするっていうのはね、うん、自虐でっていうのはわかるんですけど、ちょっと統計が過ぎて、そうなんだ。あの面倒くさい、確かに思われかねないなこれだと思って、多分それを懸念したんじゃないかなと思った。水田さんはね。うん、そうそう、だから切られるんじゃないかなちょっと思っちゃった。でもいや、いいよ、でもそんなにそうこれといってそこも問題なくというかね、うん、そうでしたね。ただちょっとだけ踏み込んだけどね、あの、うん、なんで別れたんですかみたいなね、うん、そこ聞くんだと思って、気になるって思っちゃった、うん、近いねって思ったよ、うん、そこ聞くんだって、なぜ別れたかによりますねみたいな、うん、いやちょっと病気で、いや、なぜ別れたかってお前ほんま興味あるって思ってたよ ね、あとその娘の前でそれ言わせるかなとかってちょっと思ったけど、うん、結構さあんま人に言いたくないような話だったじゃん、そうそう、メンタル言いたくないよなって思って受け止めましたみたいな顔してたけど、今仲いいんだからさ、そう、いいじゃんって思ったよね、うん、じゃあそれによってお前変わんのなんかみたいな思っちゃう、いやでも言ってたよ、僕もちょっとそれによって思うことありますんでって、何それと思って、うん、そう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 、何思うのお前はって、お前が付き合うのは家族だけれども一番は水田さんなんだから、ね、そこの親がどう別れようと、一番どうでもいいじゃんとか思ったからね、ぶつくさお前が言う必要ないんだよ、うん、そこへ、いやだってあのさプレッシャーのかけ方されたら思うことあるんだって言われたら言わなきゃいけないじゃん、うんまあ、家族になってから聞くことだよ、ね、それは、うん、お前まだ全然さあの3人4人の女から1人選ぶって言ってる中でさフラチなやつがさ、だあれの一言でも完全に優位に立っちゃったんだよ、うん、バチェラーが、まあね、選ぶ側っていうか、うん、に感じて、あれはね俺あんまり好きじゃないなと思ったけど、まあでもまあまあ滞りなく終わったかなって感じ、うん、やっぱりあのバラを渡して、うん、あの残りたい女の子を残らすっていうもんだからさ、うん、確かに優位に立っちゃうのは分かるんですよ、うん、そのルール上ね、そうそうそう、だけれどもそこはあの 0-0 でどっちもね、うん、フラットにいてほしいですよね、いてほしい、うん、なんだけどまあまあそう、水田さんはでもそんな感じ印象として、うん、分かる分かる、でこっからがちょっとねいろいろ問題があって、あ、そうね、あの
どっちから片付け、岩間さん行こうかじゃあ、はい、岩間さんのね、うん、俺らは予想通りさ、うん、ブドウ農園で一緒にやるっていう絵は撮るだろうなって思ってた通り、うんうん、まあやってたじゃないですか、うんうん、で農園にフェラーリみたいなので来てたっけ、うん、あれフェラーリ来てないっけ、来てたよね、うん、フェラーリ来てたと思いますよ、うん、なんかね、ここにこんなんで来る人いないでしょみたいな感じの空気あったから、うんうん、多分そうだと思うんだけど、うん、でなんかすごい岩間さん家族がいっぱいいて、いたいた、だからなんだっけあれ娘ん、なんだっけ、ね、妹夫婦とか、うん、一緒にいるんだ、そういうのが、うん、たくさん来てましたね、うんうん、だから両親と岩間さんっていう今までの構図じゃなくて、うん、そうそうそう、兄弟の夫婦とかも来てましたね、だからなんかねすごい大人数で囲まれる、うん、ちゃんとした話できないよね、感じだったね、あれ、うん、僕あれ嫌いなんですよ、なんで嫌いっていうのが、ああいう付き合いとかじゃなくって、うん、田舎の人の、うん、まあそこは分かんない、そういう気持ちで言ったのか分かんないけど、ちょっとなんて言うんでしょうね、マウンティングなんですよね僕からすると。誰が、岩間家の、あそうなの、俺からするとね、うん、え、うん、まあ、それマジで分かんない、岩間家の、うん、たくさん家族呼ぶっていうのは、うんうんうん、僕からするとマウンティングなんですよね、お金持ちで男前の男が一人来ると、うん、そこへ岩間家で総出で迎え入れるっていうのは、うん、なんかそのちょっとプライドを感じちゃった、お父さんの、お父さんのプライドなんだ、感じちゃ、岩間家のねって感じちゃった、あ、俺それ全く思わなかった、お父さん相当プライド高いと思いますよ、うん、お父さんもプライド高いと思う、確かに。めちゃくちゃ高い。顔に出てるし、メガネに出てるもん。そうそうそう。顔、うん、そうよね。メガネに出てるもん。メガネが、プライド高いもん。そのプライドが遺伝してるじゃん、完全に、うん、あの子にも。気の強い感じがね。うん、まあまあ、うん。ちゃんと。そうなんだろうけどね。ちゃんと血繋がってなと思ったわ。うん。で、俺はね、別にその家族いっぱい連れてきたことに対して、うん、さほどそんなに思わない、何も。うん、別に、そういう家なんだろうなって思って。うん。まあ、やりやすいんだろうな、うん、そっちがと思ってたぐらいで、うん、別にそんなのは思わなかったけど、うん、やっぱさ内容よね、うん、なんかさ要は論点がさ、うん、その本当に神戸に行く必要があるのか問題を出してきたじゃん、うん、岩間さんが、うん、家族っていう強力なバックアップがあるところで、うんうん、で私はこんなにね、ここで生まれ育ってこんなにいい家族と友達もいるから、うん、だからそれもあると思うんですよね、お父さんがたくさん呼んでるのって、うん、いいとこでしょってね、そうそう、うん、俺はそれは思った、そのアピールあるなと思って、うん、ここから岩間めぐみは離れられないんですよっていうそこまでは、うん、分かんないけど、思っちゃそこまで思っちゃうよね、やっぱりね、そうそう、でそれをの圧力を感じてさ、うんうん、ちょっとバチェラーがさ、いやもう僕は絶対神戸ですっていうスタンスだったのが、うんうん、なんかちょっと聞き入れてもいいみたいな空気ちょっと出したじゃん、うん、出した今回、まあ、神戸にこだわっていましたけれども、うん、ちょっとまあそれも間違いだったのかなみたいな、ね、彼女がここで住みたいだったらまあちょっと、うん、情報しようかなみたいな感じで言ってましたよね、うん、そういうニュアンスのことを、なんなん恋してんじゃんなんなんそれ、恋しちゃったんだじゃん、完全に尻に敷かれてんじゃんと思って、うんうん、多分気づいてないでしょう、ね、本当だよね、うん、ねチェリーだよ、チェリー。ね、うん。チェリーじゃん、本当に。童貞じゃん、あいつ。チェリーボーイだし。本当そう思うわ。ね、で、うん、完全にだから、あそこで俺逆転したなと思ったのよ。うん、岩間さんとバチェラーの関係性が。した、完全。っていうかもう前回からした。してたよね。うん、した。で、もう岩間さんは、だから本音を言ってもいいっていう、うん、なんか免罪符今回手に入れて、うん、多分今後ガツガツ言ってくると思うんだよ。どんどん、ね、うん、スーツの色ダサい。ね、絶対言うよね、うん、あの子。そうそうそう、ね。でもう感じでさ、うん、でバチェラーもさ、いや俺も頑固で、うん、お父さんと二人の時だったから、うん、僕も実はすっごい頑固でもうコート決めたら動かないんですよ、うん、みたいな言ってて、でいやうちのめぐみもそうですよみたいな感じで、うん、いやそう分かりますわ、うん、みたいな、うん、でね、どっちも譲らないから、うん、多分バトルになるんじゃないかなと思うんですけど、うん、でも今回僕譲ってもいいかなって思えたんで、うん、って言って、なんなんこいつと思って、うん、言ってたもう決まりじゃねこれって思ったけど、うん、決まりました、
ねえ、決まったよね、うん、あれ。うん、決まりました。だって、譲っていいって言っちゃったじゃん、と思って。うん、だって、唯一のね、うん、一番こだわってたとこじゃん、あれ。そうそう。それでだから落としてる人もいるんだから。いるんだからね。うん、そこ譲っていいなら。そこ譲ったら結婚ですよ。あり、ありかなって思って、うん。来年あたり、山梨でブドウもぎってるよ。うん。うん、ただね、俺ね、バチェラーと岩松さん、うん、相性最悪だと思うけどね。そう思いますよ。すぐ別れるわ、あれ。なんか、感情論になって。ね。うん。もういいよ、じゃあ。出てけ。出ていくわよ。どっちも譲らない感じがもうさ、うん、バキバキ見えるじゃん。そうそうそう。外側から。終わってからもさ、だからもういいよ、別れるわよつって、ふわ出て、バチェラー。いやいや、まだやってんの、バチェラー続きますよ。うん、本当に。いやね、だからちょっとね、うん、これどうかなっていう感じで終わったのよ、うんうん、岩間家。で、うん、一番の問題ですよ。あ、ね、はいはい、田尻さんか。田尻さん。あの、剣ですよ。千葉さんもね。一番言いたいことがある、俺も。めちゃくちゃ、言ってたんですけど、うん、概ね、ほぼ一緒だから。一緒。うん、ちょっと付け足したい部分はあるけれども、もう概ね、一緒、うんうん。そうね。うん、で、まずさ、その、ね、うん、田尻さんの、うん、工場かな、工場か、うん、工場にね、いきなりフェラーリで乗りつけてきたんだよね、二人でね、ブーンっつって、うん、待ち合わせして、そうそう、ここですっつってフーって来て、うん、わーみたいな。でね、ちょっと、うん、やっぱちょっと面食らってというか、うん、バスで来い、ね、歩いて来いよって思ったけど、そうだよ。でせめてフェラーリも置いて来いって思うけど、奈良ナンバーだしそれは知らんけど、うん、奈良でしたよ。奈良なんだ、奈良ナンバー、あれ神戸じゃねえんだと思って、なんだろうね、奈良なんだ、不思議、うん、奈良にあるんでしょうね、なんかフェラーリの、多分あんのかね、いい店があるんでしょう、分かんないけど。いや、でそれでさ、その、うん、ね、お父さんお母さんか、うん、でやっぱりその格差みたいなちょっと気にしててね、してたね、田尻さんのお父さんお母さんがね、うん、してた、うん、でもなんかちょっとあそこは強いんだよな、うん、バチェラー強いね、うん、いや下のもんには強いんですよ、全然大丈夫ですよみたいな感じ、うん、全然いいですよみたいな、うん、やってやらっすよ。ね、うん、俺ね、あれ、工場働けよって思ったの。うん、あの、ぶどうもぎったりとか、農業やるんだったら。うん、それはそうよ、絶対。しなきゃいけないよ。ね、なんでお前、それはカットなんだよ、と思って。うん、一緒に一回やって、いや、難しいですね、とか言われよって思ったけど。もう、続けていくの難しいんだからさ、うん、お金出してやれよ。いや、ほんとそうよ。わかんないけど。ね、落とした分だけ払えよって思っちゃうんだよね。出資してやれよ、うん、まあでも、まあそれはそれでいいとして、うん、やっぱここでの一番の問題はそこじゃないんですよね。うん、その後の田尻さんの、息子さん。颯くんでしたっけ、颯くんだっけな、うん、に会いに行くっていうのがもう明らかに今回の一番のピークになるであろうともう言って、言ってたところですよ。だから一番ケツでしたっけ、うん、田尻さんがね、ケツだったね、うん、そうね。でなんだっけな、妹だかいとこだかと息子が最初いて、でその息子だけ乗せて、うん、田尻さん3人で海みたいな、うん、そうそう、海岸の方みたいにいただっけ、海岸つうか海岸じゃないっけ、港のなんか横だよね、うん、横付けしたんですよね、なんかね、うん、港のね、そうそうそう、うん、コンテナみたいなとこに。でさ、社内でさ、うん、もうあの子がまあ照れ屋というかね、うん、もう明らかにね、年頃の子だなっていう感じよね。あとあんまりやっぱコミュニケーション苦手なのかなっていう、うん、普通の友達とかもね、そうそうそう、うん、すごいおとなしい感じでね、うん、自分から積極的に喋るっていう感じの子ではないじゃん、うん、そのさ、うん、そうそうそう、その千葉さんも言われてたように、うん、そのお母さんに幸せになってほしいからって言ってさ、うん、本当は来なくてもいいのにさ、てかあの年頃なら断りそうよね、断りそう、下手したらね、それをお母さんのことを思って来てくれてんのにさ、うん、あのポルシェ乗したら男の子喜ぶでしょうっていう感覚で来てるそうそう、あいつなんかもう本当にあっさいのがさ、あの、いや、あの生えてくるのが大人よ、うん、うん、本当腹立つわ。最初に聞いたのがさ、うん、車好きっつって、うん、ねえ、なんか、うん、あ、好きって言うしかないじゃん、うん、あんなの、うん、で好きって言ったら、うん、よかったわ、うん、喜んでくれると思ったわ、好きって言わなきゃいけない時でもお前は嫌いって言ってるからね、野菜のこと言ってるからな、お前はガキだよそうそうそう、お前はガキなんだよ、別にそんなに俺車にも興味ねえなそうだなと思ってたけど、うん、まあそこは分かんないけどね、本当に好きかもしんないけど、うん、まあね、だとしてもまあそのね、フェラーリ乗せられて
喜ぶかっつったら、まあ、微妙なとこだし、うん、うるせえし、うんうん、でさやったことがさ、うん、その男同士で喋るみたいなちょっとダイジェストやってたから、うん、ああまあそういう感じなのかなと思ったらドローンで釣るっていう、うん、その、うん、手法、うん、これもなあ、うん、ないわって思ったな、うんうん、そこは僕は思うことあって、うん、11歳の男の子が何好きか分かんないし、うんうん、まあ物をあげるっていうのもどうかと思うけど、うん、そこでドローンを選ぶのはまあまあ別にいいかなと思っちゃうんですけど、うん、俺それよりも選択肢としてそう、うん、気になったのは、うん、お父さんできるのってどう思うみたいな。ああそうそうそう、こっちはもう要はもう子供ができてもいいっていうメンタリティになってるよ、ね、そうそう、うん、覚悟できてるよって思ってないとあれって聞いちゃいけないと思うんですよ俺。絶対聞いちゃいけないよね、うん、俺は子供ができてもそうなったらどうするだもんね。でも君の問題だし、うん、お父さんならすぐできるっていうのは、うんうん、そうだね、だから颯君に「いや、うん、お父さん急にできるってどう思う?」みたいな、はいはいはい、いやでもずっとお母さんばっかりでお父さん欲しないっていうところがちょこちょこあったから、うんうん、いた方がいいなと思いますみたいな。そうか分かった、うん、言ったじゃない、うん、言った。でさ落とすってさ、うん俺今までさ、うん、どんなネットで見たサイコパスよりもサイコパスやんほんまにハンニバル超えた、超えてるよ、あ楽々優に超えてるでしょテッドバンディよりも上。いやそうね、あいつ、うん、映画化したらいいのにね。ペーター・キュルテンより上、うん、全然チース吸血鬼、うん、デュッセドルフの吸血鬼よりも全然上よあいつ。いやあれさ行かれてるでしょ。だってさ、うん、もうさ俺らその前回も言ってたじゃんその、うん、このさ次の回で田尻さんは落とせないよねって、うん、言った。それが人じゃん、うん、うん、もうさ、うん、だったらここで落とすべきだからっていう理論でもう話進めてたじゃん、うん、だ次水田さん危ないねっていう感じのことをちょっと話してたじゃん。やっぱ超えてくるよねちゃんとね。だから嫌いなものは嫌いって野菜で言ってる時点で気づかなきゃいけなかったんです我々は、うんうん、あこいつは切るぞと、うん、子供が子供興味ないぞと、うんうん、落とした理由もなんか自分に子供がねって。そうそう俺さだ落とすとした場合、うん、何を理由にするかがすごい気になってて、まあ別に落とすこと自体が悪いとは言わないよ、うん、全然悪くないよ。そういうものだから結婚なんだから、うんうん、だからいいんだけどその相当ちゃんとした理由を言わないと、うん、やっぱ納得しないと思うのよ。家族と会って落とすってことはそういうことだから。そうそう、うん、一番辛いじゃん、うん、それって。で男の子にお父さんできるってどう思うってあんな軽口叩いておいて、うん、お前が覚悟決まってなかったんかい。そうそうでさその理由がさ、うん、なんだっけ自分に子供がいるのか、うん、なんかまだ考えられないみたいなこと言ってたよね。なんだっけな、なんかそんな感じだよね、想像できないみたいな、うん、だからちょっと今は無理かもしれませんね、うん、みたいなことだよね、うん、確か行かれてるよ本当に。いやよくそれで残したなって思うよね、うん、お腹減ってんのお前で犬に話しかけてさ、うんうん、なんか腹ペコの犬がいてさ、うん、お腹減ってんのお前、あチャーハン作ってやるよ、チャーハンうわー作ってさ、うん、うらできれたぞ食うからね俺がっつってうわー飯食ってる感じ。そうそうそう、えこの子に作ったんじゃないの、ね、犬にってお前チャーハン食うの一人で、うん、って言ってうんみたいな、うん、サイコパス野郎なんですよ。いやね、あんなお金持ってるとこ見せつけて子供に、そうそうそう、フェラーリ見せる、ドローン見せる、でお父さんできるってどう思う、うん、ってあれが一番のプレゼントを発揮し、うん、あの子からしたらお父さんができるっていうのが、うん、ドローンなんかフェラーリなんていらないよ発揮し、うん、貧乏でもいいお父さんができるってのが一番嬉しいんだからあの子からしたら、うん、今まで普通にあったことがない、うん、普通の要は生活ができてない子なんだから一番それが嬉しいのにそれを見せつけてたくさんで切るってさ、うん、俺よくできたなと思ってそんなこと。そう俺も怖かったな、うん、なんかそのええって思ったもん、うん、落とした時に。いやもうさ本当に正直、うん、水田さんか、うん、田尻さんなのはもう多分分かってたと思うのよ、うん、大半の人が水田さんが落ちるなと思った、ね、思ったじゃん、うん、であの流れからすると、うん、水田さん の, あのお父さんがちょっとなんかね、うん、あの合わないってことなのかなとか思っちゃってたけど、
まさかね、そこかっていう、うん、お父さん面白くないしね、うん、まあそれはいいけどそれは関係ないけど、いやなんか一番傷つける方法を考えついてやったかのようなのを天然でやってるよね、あの人、うん、そう天然でやってる、すごいよね、だから、うん、何も考えてないから怖いよね、一番怖い怖い、あいつでさ、こいつ本当嫌いだなって思った瞬間があってさあった、うん、それバチェラー感じゃないんですよ、それも、うん、終わってバチェラー、あの最近ね、うん、誰なんだろうみたいな、うん、誰があの選ばれるんだとか、はいはい、SNS で、まあ、一般の人がつぶやいてて、佳境だし、賭けをしたいみたいなこと書いてたんですよ、うん、誰がバチェラーが誰を選ぶかみたいな、うん、そしたら友永さんがさ、うん、返してて、うん、リプしてんだ、うん、僕も賭けたいですみたいな、うん、うわって言ったらさ、かけるっていう字を漢字間違えてて、うん、漢字違いなんであなたは無理ですって書かれてあった滑った上に間違いで冷たくあしらわれたんだよ、そうそうそう、うん、で、うん、そのタイミングで言うって子供落とした時にさ、子供と田尻さん落とした時にそういう軽口叩けるってさ俺こいつ相当惹かれてるなと思って、なるほどね、許せねえんすよね俺、うん、インスタみたいなのやってるしね、うん、すごいよねあの人メンタル、と俺は許せないですね、いやでも今回に関しては、うん、俺らだけじゃなくてそのチーボーさんもそうだけど、うん、腹立ったってやつも多いと思うけどな、うん、でああいうことがあってさ、次回のバチェラーはって言ってさ、最後衝撃の結末っつってさ、うん、スーツ着たバチェラーがさ、あの頭抱えながらううって泣いてるじゃん、泣いてる、泣いてる、すっきりするもん投げ投げもっとって、もうもっと苦労せえお前は、お父も金持ちで、ね、おかんもなんか金持ちで、うん、ほんでええとこでボンボン座って、うん、何の苦しみもなくやって、うん、普通にポン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 なんか思わせるぶりな態度って落としていくんだから、泣けもっとお前は地獄落ちろ生き地獄にって思っちゃう、いやほんとね、泣けもっと多分だけど、うん、ね落としてから、うん、友永さんのフェラーリ、うん、ずっと10円の傷ついてると思うよ、うん、今後なん誰だっつってカメラ仕掛けたらさ、颯くんが朝からそうそうパパっつって、いやもうそれ買ったドローンでグイーンって、そうそう、いつもさ、うん、友永さん目開けると目の前にドローンあるのねずっとブーってもう、うん、ずっと目の前にあるっていう、ダダって動かないけど早い出てたらボン、そうそういやもうそれぐらいのことよ、ほんと、うん、ね、本当に嘘発見みたいな。俺実は次回もっと俺なんか怖いことが起こるんじゃないかって思ってることがあって、次回あれなんでしょ、2話連続で流れるんでしょ、うん、90話、そうなんだ、うん、そうそう、いや次はだから友永家に、うん、女の子が会いに行くってことなんだよ、うんうん、ってことはだよ、うん、あのサイコパスを育て上げたボスたちが出てくるってことじゃん、ドサイコパス。ドサイコパスが。大サイコパスたちが。そうそうそう、うん。出てくんじゃねえかと思って、俺ね、今から怖いんだよね、うん、ちょっと実は。友永はもしかしたら、小文字のサイコパスで、うん、大文字、太文字サイコパスが。いや本当にさ、うん。太文字サイコパスが出るかもしれない。もうさ、ちょっとダイジェストでちょっとだけ出てたけど、うんうん、なんかもう、結構辛辣なこと言ってる。言ってた言ってた。言わせてもらうけど。絵があったよね。うん、だから。あなたが、あ、残った岩間さん、じゃあ、脱いでもらえる？言うかもしれない、ね、お母さんがサイコパスであんたにはどんなブドウついてんの、うん、ってチェックされて、うん、あ星ブドウなの、ね、ダメね、はい、これ、うん、終わり終わり、うちはそういうのダメなんで、うん、うちあの新鮮なのがいいからっつって、うん、だよね、服はあの置いたまま帰ってじゃあ水田さんずっと焼き鳥焼いててくれるっつって、うん、って水田さんもいるのって言って振ってみたら素っ裸で泣きながらいやジュボンジル焼いてるずっと油垂らしてる。食わねえけど。そうそう。焼かしてんだ。焼けた捨てといて。もうさ、すごいことになるんじゃないかなと思って。うん、振ってみたら、野々原さんずっと走ってて。大根、大根抜かされる。スッパだから走ってて。超怖いわ、それは。いや、何させるのかなとかさ、うん、ちょっとやっぱ、未だに、ね、そうそうそう、その絵が浮かばないのよ、うん、今回、ね、誰が一番気に入られると思う、親に。俺ね、岩間さんがあのままで行くんであれば、うん、あの
気強い感じ、うん、俺嫌われると思う。そう、俺もね、うん、ぶつかると思うのよ、うん、その話した時に。そう、あとあの岩間家に訪問した時に手をつなぎながらね岩間家を訪問したんですよ、うん、俺はあれマジでないなと思う。なんで？え、初めて会う親の前でさ、あーそういうことね、手つなぎながら降りてきたのよ。親の前まで行ったんだ。そう、あ、初めて会うんですよ、だって、うん、しかも付き合ってもいないからね。そうですよ、別に、うん、すごいよね。だから岩間さんがあの勝ち気なままで行って、うん、俺もぶつかると思う、うん、何があっても友永さんが助けてくれるっていう甘い考えで行ってたら、うん、俺友永さん全然はしご外して親の方に行くと思うんですよね。ああかもね、うん、あのそうそうそう、うん、あの勝てなそうよね、うん、親が強い、親の方が強そうよね。そうそう、深夜がって言ったら、あの深夜さんね、どかさんに言われて、うん、まだ結婚してないでしょ、付き合いもしてないんだからって言われて、うん、でも深夜って言ったら、うん、深夜さんね、うん、深夜さんで行こうかお前もかいみたいな今日は深夜でやめてって言うかもしれないね、うん、って言うかもしれないしさ、そういうところのなんか今まで付き合ってきた感をそのまま生かしたままね、うんうん、いや分かる、そのアドバンテージを安子で通用するかって話よね、うんうん、ってなると水田さんが俺ここで気に入られるんじゃないかな。俺もね全く同じ、うんうん、あの子やっぱ一番うまいから、どう考えても水田さんは、うん、あの失敗しないと思うのよ、うん、そうね、あの要素が見当たらないから、うん、そうそうそう、失敗する、うん、で、あの絶対神戸に住むの住まないのの話にはなると思うんですよ。なると思う、うんうん、だって一番いてほしいのは両親なんだから、うん、そう、だってね大勢にあげてね、あの子供にフェラーやらなんやら買ってやってんだから、うんうん、だからいてほしいのよ、絶対に、ね、可愛くてしょうがないんだよ、うん、しょうがないと思います。だってあんな可愛い男前で、うん、なおかつね自分に似たサイコパスなんだから、うん、それは可愛いですよで野原さんは全然神戸に住みますって言うじゃん、うん、あそこもあんまり嫌われないのかなと思うんだけども、あの容姿だからお母さんが一つんじゃないかなと思って、なるほどね、ギャル、はいはいはい、ギャルじゃないけれども、うん、ちょっと、うん、ちょっときらびやかすぎるってことだよね。合わないんじゃない、あなたにはって言いそうで、うん、見た目だけで言うとさ岩間さんが一番俺あの、うん、なんていうかな、良心受けよさそうな見た目だと思うんだけどね、うん、多分俺ね、そうボロでボロっていう言い方もおかしいんだけど、うん、いや合ってますよ全然、あのボロ出る、うん、まあ、ボロ出るよ、ぶつかりそうって思うんでね、うん、そうそうそう、あん中で一番ぶつかりそうかな、うん、そうですね、野原さんももしかしてちょっとなんかぶつかっちゃうかもなと思うけど、山、うん、さん頑固だから、いや両親の前だからって別にそんな隠すことないと思うみたいな、うん、どうせいつかバレるんだから結婚したらっていう感覚で言ってたら、うん、結婚もできずに切られると思う、ね、バッチーンっていかれそうよね、うん、ね、うん、って思っちゃう。そこでだからバチェラーがどこをね、親の意見を聞き入れるのか、うん、いや親聞くよ、うん、それ以外を取るのかでちょっと結果が見えないっていう部分は見えないね、うん、完全親役でしょ、うん、あんなもん。その後衝撃の結末つって見たら、うん、泣いててすっきりするもんな本当に。これでさ、うん、そのさ、うん、親もさ岩間さんすっごい気に入っちゃってさ、うん、であのもう他の2人が失敗して、うんうん、でそのまま行ったらさ、うん、何が衝撃の結末だってなるもんね、うん、俺は思うのが、うん、お父さんの会社潰れるんじゃないかなと思って衝撃そうそう、でポルシェも全部持ってかれてさ家もなくなってああ、うん、なるほどね。でも残ったのは、うん、番組が用意してくれたスーツだけ、うん、革靴とで泣いてるんですよね、あれで歌える家もないよって、ね、だったら、うん、衝撃の結末だし泣いてる理由もわかる。だからさ帰りお腹空いてさバラ食ってるっていうバラにさあの、うん、もらったジャム塗ってさ、うん、食って、うん、もうすごい衝撃の結末だわ、ね、それ、ね、バチェラーの、うん、全員に振られるっていう。バラじゃお腹たまんないよ、うん、っつって、お前に何の価値があるんだよ、うん、つって、ね、捨てられるっていう。であんなに自分がバカにした焼き鳥屋に行ってさ、うん、あれもあの大阪で近いからさ、はいはい、歩いて行ってさ、ボロボロの革靴で行ってさああつって、なんかあの、あ友永です、あのあすいません、あのご飯何でもいいんで食べさせてくれますかって言ったら、ダメだよ誰だお前お父さんに、ね、知らないよお前、汚ねえな、警察呼ぶぞお前、どっか行きこの野郎って言われて、あんなに道化だったのにベルトも食えるかなってもうそうよ、うん、それぐらいの衝撃の結末を期待しちゃうよ、うん、そう結末、
そしたらね俺バチェラーね、うん、あの星5になると思う、うん、アマゾンレビューね急にね、うん、めちゃくちゃ面白いもん、うん、めちゃくちゃ面白い、うん、最高ですね最高のオチですよって今多分さ星まあまあいいと思うのよ、うん、3.5 とか4ぐらいだと思うのよ、うん、あのね結果次第では、うん、もうあの8?1になると思うよあのバチェラーあの、はい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 、結末が、うん、でも凡庸だったらさっきの要はお父さんの映画倒産しただったらレビュー8つくでしょ5中の8つくでしょ5中の8つく8つくでしょ、うんうん、すっきりするもんな、うんうん、いやそうそんな人の人生はそれじゃダメだけど、うん、いやでもねそれぐらいちょっとね、うん、読めないな、うん、結果読めなくなったねなんか、うん、すげえ簡単そうだったのに、うんそう簡単そうなのにね、うん、簡単だからこそなんかあのなんかあるじゃない例えばですけどすごい難しい迷路よりも、うん、簡単な迷路の方がなんか逆に難しいみたいなのあるじゃないある、うんうん、それなんですよね友永さんってこんなシンプルって思っちゃうね、うん、岩間さんで言ったらねそうそうそう迷路ですと出されてさ、うん、一本道だったらさそうそうそうあれこれ通ってええの疑うよね、うん、ちょっと迷路ですと渡されて一本道これ大丈夫なのかなって思ってポンチかなって思うそうすっごい難しい迷路よりも時間かかっちゃうかもしれない、うん、それなんですよね友永さんってそう、うん、でもやっぱサイコパスだから、うん結果一本道ただ渡ると思うんだよね、うん、それか破る迷路をピリピリに破ってマイウェイ俺が選んだ道進む言うてポルシェだったブーンルールしてね、うん、いやもうだからバチェラーもう佳境ですよあと、ね、あと残すとこだから2回、うん、こうやってシーズン1シーズン2見てたんですねみんなねそうっす、うん、見りゃよかったわシーズン1シーズン2今から見るのどうかね、うん、わかんないわ、うん、俺どういう気持ちなんだろうって思う終わった後に見るわ、うん、ぐちゃぐちゃになっちゃうからう、ね、比べて嫌いになっちゃうからもっと、うんうんうん、そう、うん、でも今回から入った人は、うん、あのチーボーさんみたいになる可能性高いと思う、うん、イラつく、うんうん、なんじゃこいつってなる可能性高いと思う、うんうん、だからまあまあね、まあシーズン8かな今、うん、シーズン3の、うん、8話まで終わってて、うんもうそろそろですよだから、うん、楽しみだわどうなんだろう、うん、振られてほしいな、うん、最後ね、うん、なんかちょっと新しいであれももう用意されてたね、うん、あの振られた女たちの前に出てくるっていうトークー、ねうん、だからさ例えば岩間さん最後残ってさ、うん、岩間さんあなたと結婚したいですバラを受け取ってくれませんかって言われたら、うん、岩間さんがちょっと無理ですって最後断っちゃってさ、うん、なんでですかって言ったらいや初対面からって言われてさ、うん、ちょっとワンから嫌いでしたって言われて、うん、ええってなっちゃって、うん、って泣いてるところ落ちたみんながさ雨の中、うん、バーって現れてバーカ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 って泣いてる背中にバーカってびしょ濡れの25人がバーカバーカバーカって言い続けなったら、うん、俺は星5つける、うん、俺ね一個やってほしいことがあって、うん、あの全員振られたメンバー集めて墓やってほしいんだよ、ね。友、うん、永さんの前で、いいうん、すっごい迫力出ると思うんだよな、ねうんうん。スペシャルな墓ね。そうそう。普通のやつじゃなくて、強敵と戦 う, そ う, そ う, そう強敵と相まみえた時にしか使わない特別な試合の時のみやるやつ特別な墓、うん、やってほしいなと思ってて。中央はやっぱりあの子よね、あの女社長の女霊嬢女霊嬢の高田だっけな、うん、高田さん、塩見さん、あ塩見か、塩見さんかな、うん、あの人にやってほしいわ。あいつ面白いかな、顔芸面白いからあいつ、うん、うん、まあちょっとね、いろいろ楽しみは尽きないということで、うん皆さんもねちょっとバチェラー見てるようなら、うんね、あのメール送っていただいても大丈夫なんで、うん、ぜひ、うんお願いしますと。なんかあれあったじゃん、あの相乗りでさ、うん、あの付き合うっていうか相乗りしてくれる女の人がいなくなっちゃってさ、うん、一人で旅行する期間あったじゃん。あったんだそんな、うん、関ちゃんじゃないか誰かが、うん、さ一人であのラブワゴン乗って、うんうん、一人で旅するみたいなしか、うん、1週間ぐらいあったんですよ。1週間で1週ぐらい、はいはい、あってなんかそれみたいにさ、うん、すっごい振られたバチェラーが、うん、その後なんかあのフェラーリでいろんなとこうろつくみたいな昇進旅行みたいな、そうそうそう、うん、そういうのをなんかちょっと10話11話か何で見てらんねえわ、入れてほしい、うん、11話12話とかでインドとか行ってほしいね。あ、そうですね、うん、ボロッボロのスーツでちょっとね変わってほしいな、うん、性格、ね、うん、変わってほしい。でもまああれがあるからね、神田うのもさ、うん、うん、
海外行って人生変わったって言ってさ、うん、帰ってきて大金使うんだからさ、うん、変わんないよ人は。まあ変わんないよね、うん、久々、はい、かなり久々じゃないですかね、うん、恋愛相談のお便りが届いておりまして、あのね、何度か、うん、何度かありましたね。付き合ってほしい聞く前だけどちょっとね、過去にもね、何度かやらせていただきましたけど、今回また、ガチの感じで送っていただいておりますので、ね、付き合いできてほしい、本当にちょっと読ませていただきたいと思います。岸本さん、林さん、はじめまして。はじめまして。崖女と申します。崖女、うん、すごいな。崖って書いて女、うん、妖怪じゃん、オカルト構想から都市見ない流れ都市ボイズ日記にたどり着きました、うん、あ、 ありがとうございます、まだまだ新参リスナーですが、どうしてもお二人に お伺いしたいことがありましたので、はい、思い切ってメールを送りました、はい、突然ですが、私は岸本さんと同い年の独身です。はいはい。容姿に自信がなく、うんうん、さらに男性に対して苦手意識を持っています、うん、それゆえに男性とお付き合いをした経験もありません、うん、それは学生時代に男女ともに気持ち悪いなど暴言を吐かれたりいじめられたりしたことが、根深くあるからですと、うん、30歳の頃に6歳年上の男性、過去独身と出会いました、うんうんうん、その男性は私のことを可愛いと言ってくれました、うん、そして優しくしてくれます、うん、体調が悪い時に差し入れをしてくれました、うん、私がどんなにくだらない相談をしても真摯に受け止めアドバイスもしてくれます、うん、今までそんな人はいませんでした、はいはい、私は完全に惚れてしまい、その男性と添い遂げたいと心の底から望んでいます、うん、勇気を出して出会いから数週間後に私から告白をしました、うん、しかし男性は深い仲になることを避けており、うん、かっこ理由は忘れられない女性がいるからと言っていました。それはあ、まあいいわ、うん、その女性のためなら全てを捨ててもいいと思うほど好きだったそうですが、うん、大病を患っているからという理由で女性の方から断られたそうです、うん、これ以上会うことは私のためにならないと言って別れを切り出されました、うん、それでも私は諦めきれず、うん、男性側が折れる形で今も浅い関係を続けています。浅い関係、かっこ言い難い言いづらいのですが、うん、体の関係も含まれています、うんうん、はい、なんとか今の状況から好転するように定期的に軽く思いを告げたり行動で示したりもしていますが、うん、事態は全く動きません、うん、私は2番目でもいいのです。旅行に行ったり記念日をお祝いしたり特別なことは望んでいないのです、うん、ただその男性のそばにいたいだけなのです、うん、正直男性側も私みたいな女から何度も好意を伝えられると距離を取りフェードアウトしていくのではないかと思うのですが、そんなこともなく憎からず思われているとは思うのですが、彼の考えが分かりません、うん、改めて私のことをどう思っていると聞こうと思うのですが怖くて聞けません。私にとってはたった一人の大切な人なのですが、彼にとっては都合のいい女なのでしょうか、はいはい、林さんのように洗脳するしかないのでしょうか長文乱文となり申し訳ありません。いやいや、長文でもないし、乱文でもない。どうしたらいいのか分からなく迷走しています、うん、何とぞアドバイスをよろしくお願いいたします、はい、というかなり、ガチ感が漂 う、ね、恋愛相談でございますけれども、崖城さんね、まあなんですかね、今、まあ、そもそもだからその男性に対してはちょっと苦手意識があるっていう感じで、はいはい、まあちょっと自分の容姿にも自信がなく、うん、あ、まあお付き合いした経験がそんなにないと、うん、そんなにとかないのか、しその容姿が あまり自信がないし、うん、あの付き合ったことがないっていうのは、はきしあんま関係ないと思います。ここに関しては、うんうん、ここに関しては別にそれはもう、うん、人が思うことだから、で、まあ要はだから、うん、ちょっと自分に自信が持てないタイプではあると、うんうん、で、30歳で6個上の男性と出会っていたと、それだから自信がない人が可愛いって言われたらそら、うん、ね、まあまあその相当紳士的なタイプで、うん、要は、体調が悪い時とかもやってくれたと、うん、いい人だ。だからここだけ見るとすごい、いい人っぽいんですよね、うんうん、でここがちょっとややこしくなるよね、うん、その、告白をしたけど断られていると、うん、で断られた理由っていうのが、うん、さっきあなたちょっと引っかかったけどね、うん、忘れられない女性がいるっていう理由で、うん、断られたと、うんうん、で、
これ以上会うのは、あなたのためにならないという理由で別れを切り出されたんだけど、うん、私は諦めきれないということで、うんうん、浅い関係を続いていると、うんうん、で、体の関係もあると、うん、この状況が、まあ、ちょっと厳しいというか、うんうん、ただ2番目でもいいと、うん、その特別なことは望まないから、はいはいはい、ただ一緒にいたいと、うん、もうそのね結婚するとかそういうのを言って離れるぐらいだったら今の状態でもいいってことなのかな、うんうん、で、まあだから一番恐れてるのはその、うん離れられることかな、うん、別れるというか、うん、付き合ってはいないから、うん、っていうことで恐れていると、うんうん、で、何を考えてるのか分かんないと、うん、この人が、うんそれを直接聞くと離れることになりそうっていうこともあって聞けないと、うん、どういうつもりなんでしょうと、うん、この人は、うん、っていうことかな、はいはいうん、どう思いますこれ2番目でいいんですよね、うん、そういう人がその付き合ったら何が変わるの今と付き合ったら、うん、2番目なんですよね、うんうん、2番目でいいんですよね、うんうん、そういう人が付き合って今付き合ったら何が 、うん、今と変わるの状況がってことね状況がどう変わるの、うん、かまあ付き合うたいのかな2番目ってさ、うん、今みたいな扱いなんじゃないのねえそう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 じゃあ変わらないと思いますけどね基本的に今の状況とね、うんそのまあ、付き合ってるっていうのが欲しいのかなというか、うん、何を考えてるのか分かんないのが、うん、いや怖いんだと思う何が考えてるか分からないよ2番目の人は1番目で分かんないと思うけど、うん、なんていうかなこの人のその、うん、態度というか、うん、その断って離れるのを最初に言ってるんだけど、うんうん、離れられないんでしょ来られたら断らないってことだよね、うん、その男の立ち位置としては、うん、これはどういうつもりなのかってことだよ2番ってことでしょおだからそのごめんなさいねそのなんていうんですかね本当に真面目にお便りを書いていただいて、うん、すごい書き直したと思うんですよ、うんうん、かなり時間かけて、まあ、ちょっと困惑してる感はあるもんね、うん、本人がね時間をかけて送ってきていただいてるっていうのは分かってるから僕もちゃんとお答えしたいんで、うん、ちゃんと答えますけど思ったことを言いますし、うんうんそれが2番なんじゃないの何考えてるか分かんないでしょ付き合ってる人のことなんて、うん、2番の人ってまだ、うん、1番が分かるとは思わないけど俺はじゃあ分かんないよ2番なんて、うん、もっとそうそう、俺も何を求めてるのか分かんないその人が今の関係から付き合えてどうなりたいのかが分かんないなんかさ何も求めてないんでしょ一緒にいられればそうそう求めてることって今のことなの今の現状維持なんじゃないかなって思ったんでね、うん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 、でそう俺もそうその求めてることがよく分からなくて、うんうん、要は離れなければいいっていうスタンスだと思うんだよね、うんうん、いつかじゃあその一番手の人と男性がお付き合いするってなったらば、うん、自分は切られるわけじゃん、うん、当然ね分かんないけどね、うんうん、だって忘れられない人がいるっつってんのにそっち行ってんだから、うん、ガケジョさんに行ってんだから、うん、分かんないその人もしかしたら一番の人をもしかしたらガケジョさんに照らし合わせてまあそうよねそうそうそう、うん、付き合いできないから申し訳ないけどねすごい辛い言い方になっちゃうけど、うん、そうしてんのかもしんないけれどもでも2番ってそういうことじゃんうんそううんだから何かあった時には別れられないようにしたいってこと？なのかな、うん、単純に、都合のいい女なのでしょうかっていう質問に関して言うと、うん、現状そうだと思うんだよね、うん、2番だしねそれがその男からしたら、うん、もう明らかに分かってるじゃん、うんうんうん、あっちが自分のことを好きだっていうのを分かった上で、うん、今の状況にしてるわけだから、うん、それはもう完全に都合のいい人ではあるよ、うん、あるんだけどこれなんか求めてることが何なのか分かんなくてなんだろうねそうだよねそう一番その一番手にそうなりたいっていうことだったら、うん、またちょっとそのそうやりたいことが分かるんだけどね、うん、でも2番目でいいってなっちゃうとね難しいよね2番目って都合のいい人だから僕の
いや他もしかしたらそのすごい遊びが上手い人からしたら、うん、あのねそのなんていうんですかねあのホテルとかでもさ、うん、あの何ホテルホテルとかでもさ、うん、普通のホテルよ、うん、ラブホテルとかでも、はいはい、普通のホテルでもさ普通の宿泊スイートとかってあるじゃんあるある、うん、お客さんとしては見てくれるけれどもすごいサービスを受けられるのはスイートとし、うん、スイートはいはいはい、で、まあ、でも普通のサービスを受けられるのがあのはいはいわかるわかる、ね、宿泊ね飛行機のファーストクラスエコノミーとかねそういうことそういうこと、うん、であのそういう風に扱ってくる人もいると思うんですよどっちにもうまく扱ってるけども、うんうん、1番の方にちゃんと愛情を注いでるけれども、うんうん、2番の方にもちゃんと愛情を注いでるけれども、うん、1番ほどはサービスは受けられませんよっていう風にしてくれる人もいると思うんですけど、うん、僕の中ではもう1番はもうほんまファーストクラス、うん、スイートルーム、うんうん、で2番は何でもないんですよね、うん、もう本当にないってことだよねそうちゃんとした要はそのおもてなしは受けられない、うんうんうん、なったらその人が疲れた時に行く喫煙所、うんあうん、の感じがするんですよ僕からはするとねわかるよ、うん、お前の言いたいことそうそうそうだから、うん、そうじゃなくてその普通の宿泊の方に移りたいってこと、うん、喫煙からわかんないだから何を求めてるのかがこのさ俺の中で、うん、あ多分はこの可能性としてあるのは、うん、今の人を、うん、その思い続けて頑張った方がいいのかっていうのと、うん、この人を忘れて違う方に行った方がいいのかっていうことなのか、うん、あのがちょっとまだ分かんないから、うん、ちょっとその方向性が難しいよね、うん、アドバイスするにしてもね、うん、そう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 2番でいいって言っちゃってるし2番でいいってでも逆になんかその求めるもの難しいよね、うん、難しいんですよねまあでもじゃああなたとしては、うん、この状況になったら一番目指した方がいいと思う、うん、難しいよねだからその要は一番に思ってることっていうのが、うん、離れたくないってことじゃない、うん、そうそこがもう、うん、上に上がりたいっていうことじゃなくて確実にそうそう長く付き合いたいってことじゃない、うん、別れたくないってことだね、だから一番になりたいなんて言ってそうリスクが生じるよねってまあそのねかけるさんもそれ分かってるから、うん、分かってるよね、そうそうそれは言ってましたけどだから動きようないんですよね2番でいいし、うん、長続きしたいって言ってるからな、うん、攻めちゃうと別れられると思うし、うん、めんどくせえってなってだから、うん、でも自分のことを思っては欲しいっていうことだよね、うん、多分ねそうねちょっとはね、うん、そうそうそう、うんだその一番の人がもうダントツっていうんだったら、うん、もうその次でいいからってことなんだろうけど、うんうん、自分にも要はじゃあ愛情を注いでほしいってことかな、うん、受けてほしいということかなじゃあこれってでも、うん、ね今多分これ計算したらなんですけど、うん、男性が多分40ぐらいなんですよ、うん、年齢が、うんうん、で独身だとこの状況が続くのかなっていう心配もあるよね、うん、多分 ね、まあねうん、あっちもね そこそこ、うん、あの、ね、いい年しているわけだから、うん、結婚するとかも考えるかもしれないけどでも体壊した時に家に来てくれたんでしょ、うん、世話しに、うん、あの一番好きな人がさ、うん、いてるんだったらさ、うん、思わせぶりなことしちゃダメですよねまず、うん、あそこまず俺はちょっとそこ引っかかっちゃうあそこがねうん、うんまあそうね難しいなこれは、うん、絶対に何が欲しいかだよな一番の人だけしか思えない、うん、どんなに辛いことになったとしてもって思うんだったらさ、うん、絶対に言っちゃいけないと僕は思うんですよ、うん、違うのこの人は ね思わせぶりなことして、うん、だって自分に来られたって無理だって断ってんだから結果的にね、うん、そうそう、うん、だからまあ、申し訳ないけどその2人どっちも何考えてるか分かんない僕にそうだ、ね、ちょっとすみません僕がちょっとサンプルが少ないから、うん、女性のねちょっとあのうんこの男の人もどうしたいかよく分かんないもんね、うん、その言葉と言って結果抱いてるみたいな、うんうん、そうそうなんか、うん、どなんだろうねそのよく分かんないね自分がさ要はその今35歳、うん、チョンさんと言わないでしたからね、うん、35歳で小さい頃から自分にその容姿に、うん、要は自信がなくて、うんで学生時代もあんまり学生時代ではなくって、うん、初めて優しくされたの初めて優しくしてくれたからっていう、うん、そのことだけで好きになったりとかしてないってやっぱちょっと思っちゃう
うん、まあ別にそれは悪いとは思わないけど、うん、そこで好きになるのはなんかそこで勘違いそれ以外との比較がないからっていう感じよね今の、うん、状況だと、ね、だからといっていや他にもいい男たくさんいますよとは言えないですよ簡単には、うん、まあ言えないね確かに、うん、でもうんこの人だけにこだわる理由が今それしかないっていうことでもあるよね。だ軽薄なさ、うん、パーソナリティみたいにさ、誰とは言わないけれども、うん、誰とも言わないっていうのは誰とも出ないから言わないんですけど、うん、いや、そんなダメだよ。別れたってさ、次に行った方がいいよなんていうのは簡単には言えない。じゃあ本気でちゃんとお便り送ってきてくれてるから、うん、まあそうだね。それは言えないんで。すごい困ってる感は伝わるからね。うん。うん、難しい。すごく。じゃあさ、うん。あなたのように洗脳するっていう方向で話し進めると、うん、その自分の方を振り向いてもらうために努力するっていう方向を頑張るっていう方向性をどう、うん、一番になる方向に、うん、その、 あの私と付き合いしてよじゃなくて、あ、うん、こいつが一番なんかもなってそうそうそう、あっちが自然と一番に選びたくなるような方向に頑張っていくって方がなんか、うん、一番健全な気がする。そのリスク背負わないし、うん、それならそうそう、で体の関係もありますっていうのはまあそれはもちろん別に続けてもいいと思うんですよ、うん、それが目的かもしれないしね、うん、だからそれがなくなっちゃったらもしかしたらね、まあ、別れるってなるかもしれないけど、ね、別れちゃうかもしれないから、まあその病気してる時に家まで来てくれるような優しい人なんだから、うん、それはないかもしれないけれども、だけれどもそれ以外で何か自分とお付き合いしてこれは得だなって思わせる部分っていうのをたくさん見せた方がいいと思うんですよね、うん、料理がうまいとか、ね、部屋がすごい綺麗とかさ、うんうんうん、この人とお付き合いしたらこうなるかもなっていうビジョンを見せた方がいいと思います、ちょっとずつ。いやそうね、うん、いや本当そうよ、うん、その意外とそういうもんだから、うん、そういうのでそうそう変わるもんだからね態度とかが、うん、で病気してるそういうさ一番好きな人をずっと思い続けてる人だからさ、うん、思い込みとかすごい強い方だと思うのよ、うんうん、何か思ったらもう変えられないとかさ、うんうん、だからこそ if、うん、もしもこの人とってちょっとでも思わせたらさ、うん、そっちにどんどん傾いていくと思うのよ、うん、思い込みが激しいから。そうだね、そしたら宗教もハマりやすいからさだから洗脳じゃねえかだから洗脳なのよ、うん、洗脳、うん、そうっすね。だから例えばすごい気が利くとかさ、うんうん、真似とかさ、はいはいはい、うん、確かにこいつと結婚したら、例えばその会社終わりでさ家来た時にさ、うん、その朝出る時にはすごいバッチリなんかもう何アイロンかけてて綺麗にしてるとかさ、うん、服じゃ何がグッとくるかだけ教えてあげるか。あ、そうね、男が、うん、こんなことされたらたまんねえなって思う、うん、アイロンはすごい来るよ。アイロンな、うん、アイロンはいいかもしれないね。アイロンむちゃくちゃくる、うん、奥さんがアイロンかけてるとこ見たらむちゃくちゃキュンとしたもん、うんうん、俺ね一個ね、うん、これかなりのやつに聞くと思うんだけど、うん、ネクタイ締めてあげるのいいと思うんだよね。あ、うん、これねすっごい効果的だと思うんですよ。それね、うんうん、あと締めらんない人いるから男性下手な人、下手な人はねそうそう確かにね、そこをねビシッとやってくれるとね、うん、あ、こいついいなってやっぱ思うと思うんですよね、うん、あといってらっしゃいの笑顔ねわかる、うん、そういうレベルよね。頑張ろうって思う。だから、うん、ベタなことでいいと思うんですよ。男なんてバカなんだから、うん、し自分含め靴磨いといてあげるとか、ね、そうそう、本当そんなレベルよね。靴磨くなんてすごいと思う、うん、うん、だから自分がよく着るもの、服とか何でもいいですよ。そういうものをバシッと決めたりとか、靴磨くとか、うん、ほんのちっちゃいことでいいから、うん、ちょっとちょっとずつ自分のその人の中で生きているものを増やしていく。うん。うん、要は、そうね、綺麗に靴してたらさ、ちょっとでも関係ないところで、靴綺麗に磨いてんだねって言われたら、うん、そうなんですよ、ね、何とは言わないけれども、うん、あ、確かにな、あの子がいたからかな、みたいな、うん、その人の中での、要はガケジョさんの割合をちょっとずつ増やしていって、そうそうそう、知らないうちにあれ気づいたら俺の身の回りのことをそうそう何もできねえな全部やってくれてるなみたいな、うん、もうそれは多分すごい時間かかりますけどかか、ね、うん、ちょっとずつ増やしていく、要は意識の中に入り込んでいくって感じよね。マスを埋めていくというか、うん、自分になんて言うんでしょうね、今多分オセロで言うと黒なんですよ、うん、ほぼほぼそれをどんどん白に変えていって自分色に変えていって、うん、そうね、
真っ白じゃダメだから、うん、その人の部分を少し残しつつ黒ちょいあって、うん、あともう全部白あと何なんかピンとこねえけど、あと数点倒せるぐらいまでいかないと、うん、まあでもそうそう、ちょっとずつ自分の、うん、例えばちょっと至らないなと思ってる点とかを、うんうん、さりげなく直してあげるとか、そういうことでだいぶね、うん、あのこの子効くなとか本当に思うから、ね、うん、お弁当作るとかね、うん、何でもいいですよ。もしかしたらお弁当ちょっと重たいって言われるかもしれないけれども、うん、何でもいいからちょっとずつちょっとずつちょっと増やしていってあげたりとかっていうね、うん、なんかもうそんなぐらいかな、ちょっとそうね、うん、僕らから今現状、うん、だからちょっとなんていうか、ね、気配りをそうそうそうできるようなことをするとね、うん、男は意外と弱いんでね、そうそう、やってみたらいいんじゃないかなと。精神年齢は子供なもんで、うん、そんなことしか言えないけど、もしかしたら伊集院静香さんとかにちょっと質問した方がいいかもしれない。ぶった切られると思うけどね、伊集院静香さんなんかやめなきゃ、そんな男は別のとこ行け、もっといい男いっぱいいるよ、うん、俺行ってやろうかね、一回抱いてやるとか言いそうだから怖いわ。そうそうそう、あの人ちょっと怖いからね、はい、ということで、まあこんな感じになりましたけどね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあなんかね、また状況変わったりとかしたら全然気兼ねなく送ってください、はい、ありがとうございます。ということで、はい、じゃああのバチェラー皆さんもちょっとお楽しみにということで、はい、終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。